観光バスセンターまで戻ってきました。ここから次の目的地北見に向かいたいと思います。バスセンターの中真っ暗。北見行き運休？ああよかった、次のバスか。よかった、これから乗る北見行きのバス来てました。ちなみにこのバスは予約必須だと思います。もうあらかじめ予約しております。阿寒湖温泉から北見まで2100円、3列シートで席は自由、運よく一番後ろが空いてました。3連休の初日だからか結構利用客の方多いですね。結構満席に近い状態です。阿寒湖から乗ってきたのは自分だけなのでみんな後ろから乗ってきてるようです。バスの中にはトイレもあって助かる。北見駅に到着。バスターミナルのすぐ隣が北見駅です。バスターミナルの待合室綺麗。おやおや、北見駅の前になんか変わったポストを発見しました。カーリングの街北見市だって。オホーツクール。ポストの横にはこういうカーリングのマットみたいなのが描かれてて、上にはこのカーリングの、こう滑らすやつが乗っかってます。ちょうど北京オリンピックのメダルの獲得のお祝いが描かれてます。北見駅なかなか大きいですね。ちょっとお土産先買っときたいと思います。北見といえばハッカですね。このハッカのスプレー買いたいと思います。このハッカのキャンディーも買っとこうか。なんかこういうカーリング型のタブレットケースもあるんですね。面白そう。北見駅今まで通過するばっかりで駅に入るのは初めて。駅には広い待合室もあります。北見のお土産コーナー、やっぱりハッカ系のものが多いですね。せっかく北見に来たわけですから焼肉でも食べに行きたいと思います。北見は焼肉が有名な町。北見市は人口あたりの焼肉店の数が日本一だそうです。大体北見市には60店舗ほど焼肉のお店があるようです。アーケード街っぽいところにつけました。ここでお肉の店探したいと思います。ここ焼肉アピオってお店で食べたいと思います。昼でも焼肉が食べれる貴重なお店です。このお店1階が精肉店になっているようです。1階は精肉店でお土産物とかも買えます。いや長いことバス乗ってたからかなり腹減った。美味しそうな焼肉が並ぶね。早速お肉来た、美味しそう。じゃあいい感じに焼いていきましょう。じゃあどんどん焼いていきましょう。いい感じに焼けてきました。阿寒湖では魚ばっかりだったからこの旅始まっての一発目のお肉楽しみ。お味噌汁も忘れずにね。うま。焼肉セット1300円、美味しかった。列車の出発までもうちょっと時間なのでもうちょっと奥の方まで行ってみたいと思います。多分ここがアーケードの中心部になるんでしょうか。思ったより大きな商店街です。この商店街白や緑を基調とした構造物が続いております。北見のハッカをイメージしているのでしょうか。何かの鐘がありました。このアーケードを抜け切った先に北見モニュメントがあるようです。あったあった、北見と書かれたモニュメント。記念写真撮るのであればここがいいかもしれないですね。うわあ、今-1.3°。そしてこの北見モニュメントの隣にはこういったカーリングの何かがあります。銀メダル獲得おめでとうございます。もうそろそろ列車の出発時刻ですので戻りたいと思います。北
熱海駅まで戻ってきました。それでは次の目的地は北見から網走へ、1時間10分ぐらい。北見から網走まで1290円。よかった、電車動いてるみたいや。網走行きの列車もう来てました。早速乗り込みます。すでに人いっぱいやな。これから向かうのは網走、流氷船のオーロラ号に乗りたいと思います。果たして流氷は見れるのでしょうか。低気圧の影響で網走から釧路まで全線運休になっちゃった。この後の行程に大きく予定が狂っちゃいます。結局低気圧の影響で今日乗る予定だったオーロラ号3時半の便欠航が決まりました。間もなく網走駅、網走駅に到着。久々の網走駅です。わあ、でもどうしよう、ここからも電車動かないようですね。今日中に知床斜里に行かないといけないんですけど、どうしよう、かなり悩ましいです。地鶏の熊、ああやばいな。ここから釧路までの釧網線全部運休。駅舎には趣のあるものがたくさん。うわー、網走なかなかの雪や。バスもないようだし、もし行くとしたらタクシーで行くことになるのかな。片道1万4000円ぐらいするみたいですね、知床斜里まで。どうしよう。網走すごいいいとこなんだけど、とてもとても楽しめる気分じゃないです。オーロラ号動かないのは分かってますけども、とりあえず乗り場の道の駅まで行きたいと思います。次は終点、道の駅、流氷再調整センター。 JR 網走駅から道の駅まで200円。道の駅、再調整乗り場に到着。うわー、オーロラ号が見えてる。今日は船出ないって分かってんのに船乗り場に来るってなんかすごい切ないですね。さすがにここから流氷は見れんか。なんでわざわざここまで来たかというと、この道の駅にちょっと見たいものがあるんですよね。流氷街道網走。なぜここまで来たかというと、すごいこうレトロな外観が見れるんですね、ここ実は。このセットよくできてるな。中までしっかりと作り込まれてる。もうこの入り口の機械で注文できるようですね。ちょっとご当地ものの、網走ちゃんぽん。あの奥に浮いてるのは流氷じゃないでしょうか。少しだけ流氷っぽいのが見える。できました、網走ちゃんぽん。美味しそう。じゃあちょっといただきたいと思います。この網走ちゃんぽんと長崎県の雲仙小浜ちゃんぽん、なんか競い合ってるらしいですね。すごい魚介の味がすると思ったら、こんな大きなホタテとかも入ってます。あ、すごいな、アサリまで入ってる。お肉もがっつり入ってていいね。これはもうスープの味も相当期待できるぞ。網走ちゃんぽん美味しかった。いや、うかうかしてる場合じゃないな。早くタクシー呼ばんとな。本当に知床斜里まで送ってくれるかちょっと不安なんで。先ほどタクシー会社電話してここまで来てくれることになりました。ここから斜里駅までかなり遠いので、ちょっと断られるかなと思ったんですけど、 OK もらいました、よかった。今タクシー頼んだものの、普通にタクシー乗り場って止まってるやん。
そうなんですか。お、すげえ、流氷がめっちゃ見える。タクシーの運転手さんに北浜駅寄ってもらいました。ここの上に展望台がある。こっから流氷が見れるそうですよ。展望台の上に到着したら流氷は見れるか。流氷あった。多分これ流氷ですね。この石についてるやつ。おーすごい、いい感じ。今回ちょっとオーロラ号見れなくてすごい、オーロラ号乗れなくて残念ですけど、北浜駅、中はこんな感じ。すごいレトロな駅舎です。中どうなってんだろう。うわ、すげえ、何これ。なんかびっちりとメモみたいなものが貼られています。何なんでしょうかこれ。あ、何これ、名刺、名刺やん。京都府の人とか、なんかいろんなところの名刺が貼られています。名刺の中に混ざってる。何これ。あんまり運転手さん渡しちゃいけないから、そろそろ戻ります。斜里駅到着。網走から知床斜里駅までタクシーで12,620円。なかなかえぐい値段です。10倍以上かかったな、 JR と比べると。そして待合室には誰もいない。そりゃそうか、釧網線今日は全線運休ですからね。観光案内所は真っ暗でもぬけの殻になってます。それにしてもこっから外綺麗やな。外から見てもおしゃれな駅舎です。そして今日泊まるのは駅からすぐ目の前、ウトイングランティア知床。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。